今回は、4度目のお邪魔となる。チョコパイ8個を食べて、挑んだデビュー戦。ご飯5合という、おけご飯の中ギリギリ完食。万全の体調で挑んだものの、チャーハンと焼きそばの前に苦戦、根性でなんとか完食。過去に挑戦して、一度も食べきれていない、スペシャルカツ丼。ご飯との一騎打ちという作戦でなんとか、奇跡的に食べきりました。今回は、4戦目ということで、のんきさんのランク3位の、ミニのっけ丼到着。過去に2回チャレンジしてるんですけど、ギブアップの記憶しかないです。揚げ物の量が半端ない。毎回食べきれないと思われます。食べきれるとは言い切れないし、ベストを尽くしますとしか言えない。最終決戦開幕。まずは、のっけ丼だけに、揚げ物をお皿に移す作業。もうお皿に置けないので、コロッケいただきます。ポテトコロッケ、美味しい。こんなに揚げ物がたくさんあります。野菜をまずは食べ尽くそう。野菜を摂取しなくては。スペシャルカツ丼の最後で結構苦戦した。甘めの昆布を食べきることに。甘くて美味しいです。最後に食べるのと最初に食べるのでは全く味が違いますね。目玉焼きいただきます。お皿からはみ出していて、インパクトがすごかったです。牛肉がある。ありがたき幸せー。唐揚げもある。やっぱり揚げ物天国。コロッケはコロッケでも、まさかのカレーコロッケ。グッド。チキンカツをパクリ、揚げ物でお腹いっぱいになっちゃう。これぞミニのっけ丼。焼き海苔にご飯を包んで食べよう。懐かしい気分。大きなチキンカツをパクリ。まだまだ揚げ物との戦いは終わりそうにない。大きなかき揚げ、一番最後に残しちゃいけない揚げ物、まだまだあります。
ここからご飯を攻めながら、揚げ物を食べる作戦に。水分を取らないと先に進まない状態。毎度のことですけど、ご飯の量？半端ないです。水がなくなったので、中華スープを飲んで、さっぱりしなくては。中華スープごちそうさまでした。口の中がすっきりして、頑張れます。コロッケはコロッケでも、サラダコロッケ。3種類もあったとは、素晴らしい。かなりお腹いっぱいになってきた。ここからが、己との戦い。頑張って前に進まなくては。水を飲まないと進まない状態。このご飯の量は、正気の沙汰じゃねえ。牛肉とご飯、最高の組み合わせ、うまい。水がなくなったので、水を汲みに行ってきます。秘密兵器をいただきました。ラストのチキンカツをいただきます。まずは揚げ物を片付けて、ご飯との一騎打ちへ。揚げ物は一応完食です。ここから、ご飯との決戦。T、シャツに書いてある。ネバーギブアップが重い言葉に聞こえる。エネルギーが消えた。初号機活動限界です。Thank you.
なかなか進まない状況。これはやばいフラグ。苦手な紅生姜、避ける気力もない。雲行き怪しい状態。食べても食べても減らないご飯。心が折れそう。ご飯との一騎打ちなら、なんとか食べきれると思っていたのに、揚げ物の量が想定外だった。お椀の下が見えてきた。このまま押し切りたいけど。限界モード、もう少しなんだけど。白いタオルで白旗。ギブアップです。残してしまいました。申し訳ないです。友人の注文した、ごま味噌ラーメンセットです。あっさりスープのごま味噌ラーメンに焼肉丼が、マッチしていて美味しかったとのことです。今回挑んだミニのっけ丼。食べきれると思ったんですが、想定外の量でした。店員さんが、大丈夫なのって、聞く理由が、わかりました。残してしまい申し訳ないという気持ちと、リベンジしたいという気持ちでいっぱいです。では、今回はこのあたりで失礼します。